トーマスのキャラクター紹介。今回はモリーです。モリーは第9シーズンから登場する女性の大型テンダー機関車。車体の色は黄色で、大きな車輪が特徴です。モデルになったのは、グレートイースタン鉄道のクラス D56、蒸気機関車、クロード・ハミルトン。性格は、清楚で上品。ただ、見た目や性格とは裏腹に怪力で、長い貨物列車も楽に牽引できます。また、機関士や他の機関車からも信頼が厚いです。同じ機種として、原作に登場する8783という機関車がいます。登場したばかりの頃のモリーは、プロトタイプの顔になっていて、その後のモデルと比べると、顔の大きさが違っていますね。第9シーズン以降はあまり出番がなく、第12シーズンからは登場していません。色と形が珍しいモリー。ぜひ CG でも登場してほしいですね。